ここです。どうしたんですか今日。最近自分ピッチャーやっていて、ちょっと投手用グラブが欲しくて翔平さんに相談してました。ああ。確かさ、良平さんからもらってんじゃん。もらいましょう。よっしゃ、返してもらおう。新しくね。そう、新しく、ああいいよ、いいと思う、これがいいと思う。左、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 こいつもおすすめだから。見つけれない聞いた、こっち、こっちが悪いよ。こっち、聞く人間違ってるよ、お前。おっちょ、わかる。うん、なるほど。はい、この動画終わりです。で、何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 選んでるんですよ。選んでんの。選んでる。こんなからやれば。そうそう、一応軟式だから、軟式用から選ぼうかなと思ってますよ。でも大体プロステか、グロエリ、まあ、ウィリソンもあるです。プロイチもあるけどね。プロイチ、俺的にパッと見たらこれなんだよね。やっぱキャメルってやっぱさ、ヒロトがピッチャー用キャメル使ってるところに、イメージできないし、意外とこのだんだん使っていくとしっくりきてくるかな、ね、あーそうですね。たまたまの一回キャメル、いろんな系の使ってたの。マジで踏んでるんだよね。何踏んでるんだよ。踏んでるってなんか誰か踏んでんだよな、足。踏んでる、踏んでるんだよな。踏んでる、踏んでるんだよな。いや、単純に まあ、どれがかっこいいか。単純にこれはいいと思うけど。まあ、かっこいいっすね。まあ、取れないと思うので取ってあげますけど。プロエリのこれ、ウェブかっこよくない。ウェブなんだ。ウェブかっこよくないこれ。牙みたいね、牙っぽいよね。でさ、ここ見える奥ボツボツが出てる。こっちから何加工つんだこれ。博士、博士、多分エンボス加工って名前なんだろうけど、でこう手入れるじゃないですか、うん、入れたところの中指と薬指のこう先端にちょうどこう当たるから、ここすごい広いのよ。もうそれ広いことね。なんかこれさ、投げたらとこ野手でもいけんじゃねえのっていう。ああはいはいはい、広い確かに。っていうイメージ。そうね、結構広いっすね。で、これ縦かな横横みたいな感じ。なんかね、一応いや多分どっちでもいけると思うけど、うん、こっちにパッとしたら若干縦だよね。縦っぽいよね。横じゃないよね。だどっちも片付けはできるとは思う、うん、できると思うけど、横、完全に横ではないよね、うん、多分横だったらほら、もうさ、まあ、それは左だからね。左でほら、もうこういう感じじゃん。これさ、もう内野用かってぐらいのさ、もうなんかボックスがないみたいな、うん、なってるから、うん、ヒロトってどっちが、どっち系、横縦、あっち縦しかないです。斜め、まあ、ブロンドでさ、やっぱさ、流行りじゃないですか、うん。今年も甲子園で結構ね使ってましたよ。まあ多分来年ぐらいまで流行るんだろうなっていう。ずっと流行るんじゃないですか、ブロンドは。はい、どうですか。ちょっと若干でかいっていう感じは。でかいよな。そう、実はこれ僕もさっきはめてて、マジ、はい、まあでかいなっていう。サイズ 11?11 です。ああ11か。販売価格今値引きされてさ、21,780円で安くなってる。安くなってるだよ。もう神様、本当に TikTok で見るやつ、ね、安くなってるだよ。ただすごいガッチリ、こうしっかりしてるから、まあ、すぐやわらかい。ペニャペニャにはすぐにはならなそうな感じ。硬いままいい感じの状態でできるかなっていう感じはします。やっぱこのマー君もいいけど、はいはい、若干ヒロトの経済面でちょっと合わないかなっていう、ね。まあ、水のプロはどうしても高くなっちゃいますからね。そう、プロイチよくねえと思って。これですか、うん、これいいんじゃねと思って。プロエッチね。プロエッチ良くない。まあ見ないですからね、そんな軟式用でっていう点では。そう、公式は結構なんか SSK の高校生とかは見るけど、あんま軟式プレイヤー使ってる人は見ないですよ、うん。では高校時代のピッチャー用、そうですね、 SSK、うん、プロブレインの時かな。プロブレインですね。わかんない、プロブレインがわかんない、うん、何もわかんない。そう、あのね、高校生はマジで見る、SSK、うん、どうシックな感じでね。シンプル、超黒、黒だけ。ヒロトに合うかなとは俺は思う。これつける感じですよ。そう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 、だからちょっと縦っぽくなるかなって感じし、横、うん、そう。ちなみにここはどういう意味があるの、これ。当て側だよね。当て側、僕がテロップで入れてます。テロップね、入れてください。こういうなんか見たことない
グローブわかんない、俺でもわかんない。まあ、多分あの当て側プラス小指のところにここに隙間空いてるから。おお、本当だ。屈曲なんだろうなとは。屈曲しやすさ、ね、小指だから今、うん。なるほどなるほど。あ、でもこれはもう超縦です。え、すごいよこれ。え、縦ですね、めちゃくちゃ。めちゃめちゃ良くない？めちゃくちゃいいこれ。王冠だし、ちょっとこうマットな感じっていう。なんそうそうそう、なんかね。レッドオレンジなのかな？かな？カラーが。カラーは5800。わかんない。サイズ5。あ、5なんだ。4じゃないんだ。そう。源田選手モデルのワンサイズ上。ああ。うん。どうすかね。なんかボールっぽい。そう、ボールっぽい。スライダー俺あの。ここっすね。この辺でこう。で、ツーシームツーシームはまあ、そうですね、こうで。あのですね、ウェブでやる必要ないんですよね。人差し指からこう押し込むと、結構こうツーシームいい感じで落ちる。曲がって落ちる。あとは腕の振りとかを抑えると、もうさらに曲がりつつ落ちるっていう。あのね、カーブちょっと待ってね。ここでやられてもテロップ入れらんねえし。ごめんなさい、すいませんね、視聴者の皆さん。あの編集のことで。フォークの場合は、ね、結構ね、やろう。おい。ナックルはもう。コース日本でコース。すいません、本日の動画は以上となります。で、どうしたの？どうしたのじゃないよ。進めて。あ、そうか。どっちがいいの？チェンジアップの、フォームですけど。あの、すいません。あの、はい。これ、いつまでやるんですか？まあ、実際に、こうやって見てきました、ピッチャーを今。そうですね。いろいろ見ましたよ。多分カットしてるけど、多分これ全部見てますよ。見てこれも検討してたね、今ね。そうですね。シゲの頃に。そう。で、なんかあった。別になくてもいいよ、別に。買う。てか、そう、そもそも本当に買う必要があるのかどうかってところが。買う必要があるのかどうかわかんないけど、もう良平のあの、はい、ガマゴーリーグラブを使い続けるか、新しく自分で購入して、はい、まあ、サブちゃんもやってるじゃん。そうですね。ちょっとサブちゃんやってるんですよ、一人で。そう、今やってるんですよ。ちょっと応援してほしいんですよ。一人で全部撮影もして、まあ、撮影の計画もして、で編集もしてサムネも作ってアップしてるんですよ。もう応援してほしいんで。本当に頑張りたいし、あと自分でご褒美みたいな。そうだ、パソコンも私に買ったしな。嬉しい。本当やる気満々なんで、はい、やる気をちょっと、ね、ピッチャーやるしね。ピッチャーやるし両辺より投げると思うんですよ。うん、なんか買うのある。これが欲しいんですよ。これマジいいんじゃないですか。まあ、ここに H セレクションとかあるんですけど、うんうん、とプロイッチが欲しいです。プロイッチ、プロイッチが欲しいです。うん、やっぱり他にかぶんないし、かっこいいし、かぶりたくないだけ。ただ君は、いや、だったらカムイのオーダーファイブし、キャメル使いたいんですよ。キャメルが入ってるグラブ使います。あ、じゃあこれじゃん。なんですけど、こっちもキャメル入ってます。あ、確かに。そう、目立たないところにキャメル入ってるんで。どこが入ってんの？裏側。裏側ね。なんでこれでもいいかな。ステッチ何色これ？ブロンド？ブロンドっぽいっすね。か、金かな。おー、いいね。え、いいよ、これちょっと買おうぜ。買おうぜ。マジ買うよ。マジっすか。ちょっとあの、ちゃんと領収書、あの、岡村良平って言ってみます。はい、受け付けません。岡村良平しちゃった。岡村良平に行こう。あ、お願いします。はい、はい、カミさん、ポイントカードがアプリになってます。アプリ、はい、はい、はい、どんどんやっていきますよ。はい、ありがとうございます。今休み、はい、はい、じゃあお会計失礼します。25,000円お預かりします。こちら250円のお会計になります。ですね。ありがとうございます。グローバースチームとかおかけしますか？あ、大丈夫です。そのままね。はい、はい、こちらがメンテナンスカードですね。中間系統ありましたらご提示ください。はい、個人割安になります。ありがとうござい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 ます。はい、というわけで今回は、ヒロトがね、ピッチャー用を買ったので、はい、後日ね、ピッチャーの片付けだったり、投げてる姿とかをね、映像出ると思うので、はい、ぜひとも応援してください。お願いします。はい、で本日撮影させていただきました、カービィ所沢店さん、めちゃめちゃたくさんね、あのいいあの野球道具がね揃ってますので、ぜひともお越しください。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上。
上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。